はい、メッシュをやっていきます。リパレットを使ってメッシュをしていくんですが、今見てわかるように中間から毛先寄りの方でチップを取っているんですけれども、これは、よりですね表に出てくる場所を中心にチップを取っております。根元側で取るというよりは、このミドルからアンダーの毛は毛先しか出てきませんから、その部分をより自分のイメージのチップで見えるように取っていってます。で、表面の方は、根元の方側に、チップを取って、よりですね、細めのチップで表面の方は表現していきます。サイドもこのアンダーの方は、毛先しか見えませんから、毛先の方でチップを取るようにしていきます。スタイルに合わせてチップの取る位置を変えることによって、より自分がイメージしたウィーディングを作ることができます。リパレットを使うことによって、塗布ムラをなくしてですね、綺麗にやっていくことができます。ホイールを使わないことで時短にもなりますので、ぜひやってみてください。はい、スタイラーを使って、薬剤をつけてですね、より、リフトする速度を速くしてですね、毛先の方に明るい毛が来るようにですね、グラデーションを作ってます。そのようにして、明度を調節していきます。